門別、ロングリリーフ要員でベンチ入り。門別より及川富田の方が中継ぎとしては優先でしょ。まあね、ただ門別最初はブルペンから行かすって言ってなかったっけ、先発にかけ出れば別だけど。マジで、門別は先発でやってほしいんだが。あっても村上枠やん。俺もそうしてほしいけど、かなりブルペンの状態が悪いからな、門別をスペードのエースで使う可能性もあるなと思って。そんなんブルペンの状態によるやん、先発が意外にも万全で桐敷、島本、岩貞の状態が思わしくなかったら門別持て余すのもアホやんが。ほんまやな、去年の村上みたいな感じなんかな。そんなん言ってないよ。そんなん言ってたの伊勢健吾ぐらいじゃね、村上枠って話は確かに少しあったけどすぐに先発で使うって言ったよ。明確には、言ってないのかすまんかった。